la. Tembus. Oke, lanjut. Dimas gak ada. Itu sama Hegas ngapain lu berduaan ngedit? Nah itu dia. Oh bukan deh. Wah. Sumberet dong. Paling baru asik nih. Kosong. Bagus banget.
masuk kota mau gua apa? Ngasih obat dulu. Pak Turung, gue dimain dulu sama Dimas Gala. Oh, main balik lah. Dimas Gala doang kok. Jadi demo, udah ada coba tadi sore, ya bentar banget, jadi males kalau jadiin live stream sebenarnya. KPK. Bentar. Ya Allah. Kultuna Cat, what's a mystery stone? Banyak banget iya pet, terus bingung. Nah aja sorry. Mide, saki no wagon ga tomatte de sho. Koko mo kyoureka na ajito tte koto ka. Tabu na. Naka ni dondake ninzu iru ka wa otanashi da. Mo iku junbi wa dekite tte ka. いつでも行ける。あ、ね、作戦とか。そんなのいらねえ。は？でも中にいるとわかんないよ。何言ってもやることは変わらねえってさ。バルバル。今は作戦とかそういう気分じゃない。なんで？バカねえか。さっき目の前でマフユちゃん殴られたからだろ。マジか。クロスボローだ。いけやたお。一番乗りはお前に譲ってやる。XP cukup nggak ya? Ah, mati kok ya? Kasih dia yudur yang ke. Omae. Yagami! Tamare ya ke! Omae, nafiri sarakte konna tokoro ni tsurekomuki datta no ka? Ah? 誰があいつをさらえて村瀬かそれとも塩屋なんやぞチンピラが引っ込んでろってことだそうそうラクジちょっとやラクジは殺さんねえかえアンティスタイルだcepat cukup kalian udah wah apaan tuh もっと真剣に怒らんけはいアンドゥーソファアンドゥーソファ何やってんだあいつら
どうも緊張感がない連中だね。お、鬼劇ヤバン。よikan. Oke, oke. Mada kayo. Juto hote shite ru ka? Pasar bungkus Dimas, tahu deh. Potong dulu kali. Ya, nge-lag. Loadnya jauh banget ya. Restart, iya. Salah tadi mesti gue grab dulu musuhnya. Jadi gue tameng.
medicine gue tinggal satu. Ini game kayak Yakuza. Iya mirip spin-off Yakuza sih. Kalau detailnya si Cornel tuh yang ngerti. Ada yang subscribe. Bentar. Ya, masih lagi. Mama Rika. Oke, thank you, thank you. Coba banget. Bentar, pengen cepet aja deh. Nanti baiknya gue skip nih. Saya cek bentar. Oh, si jauh. Oke. Okay. Besok libur. Oh iya, tanggal merah besok. まだかよ。銃刀法って知ってるか。
Berarti mesti grab dulu ntar. Nah, ini. Shit. Kita kena. Sebentar. Judgment Card NA apaan sih ibu? Mana ada? Menarik. Crap ya.
対してボルト無事だったか。当然だから言ったろ。それじゃ行くぞ。あしっこよかん。やばい、Gente la cine torone. Granat. Anci pindu. Goblet. Wee. CPFS-nya drop sial. Aduh. Ini si Bibu kayaknya bener-bener mabok deh. Mau dioperasi. Ah? Mafia yang salah usah sana. Eh, dia salah. Oh. Ya Allah, bosnya Ultraman beda-beda. Aduh, keroyokan lagi, keroyokan lagi. Orera to kenka no tsuzuki ga shitai dake nara, chokusetsu ore no toko ni kureba yokatta. Nani ga irai da? ちーっと仕事を頼むみたいな。あんたらに仕事頼むからにはどうやっても断れるようにしたろう思うだな。あのお姉ちゃんに役に立ってもらいたかったわけや。バカね、どうせうちは金さえもらえりゃ何だってやったのよ。おい、そんなことないだろ。ただマフユちゃんが殴られた今となっちゃもういくら詰まれようが無理ってもんだ。万が一多忙が受けても、俺が潰してやる。だから受けないって。おもろい連中やな。せやけど、やっぱ先に喧嘩の白黒つけんと何や話が分かるのね。よっしゃ、Let's go. Pisau, ada pisau? Oh, nggak ada. Ya udah.
can see you. じゃあ、あのじいさんはあの人にこんなとこで会えるのでね。あ？おう。お前らが矢上探偵事務所か。プロフェッサー X コロンあのおじいちゃんが全カジキラグループ社員1万人のトップカジキラ茂会長だよ。マジか。やったらかや、こういう分だ。モグラによる新谷弁護士殺害。警察は矢上に疑いをかけ重要参考人であるという。現在と過去の事件が交錯する切断創薬戦だ。かつてその敷地を開発用地として大規模な再開発計画があった。計画を立てたのは関西のゼネコン梶平グループ会長梶平茂。あのおじいちゃんが全カジキラグループ社員1万人のトップカジキラ茂会長だよ。マジか。そこの服部さんは知っとるな。あんたのことはやがさ、この人からいろいろ聞いた。俺のこと？例えば、あんたの弱みが何かとか。あ、これ、さっきの。服部さんはよしとったで。いや、その弱みってのは、まふるちゃんのことか。山上さんの妹とも言うよとか。あんたを吸い取るやろ。塩屋がまふゆを狙ったのは、あんたの指示だったな。
わしもあんたらの腕を見とこうってな。何？うん。けど、もう兄弟会がそっちに手出すことはない。このわしの保証者だ。え？その代わり、どうせ何か条件があるだろう。一つ、仕事を頼まれてくれ。ワン、ロッカー。カモロ町の探偵として。そうなんだ。今から1年前、わしは厚労省のある土地でどてでかい再開発を計画しとった。ああ、服部さんの書いた記事は見たよ。さすがやな。計画用地は医療システム産業開発機構の土地全部。神室町は三つ四つ楽に入る広さ。厚労省の風見大臣ともなしつけて、周りの土地も量産安値で買いあさってな。あとは早いとこ創薬センター他に潰れてもらうだけやった。けどそれをこの週末ほどわしは先が長らない。そこで使ったのが橋切り男や。ブルラギ、今送った写真の男がその橋切りです。バランバルラ橋切りは創薬センターの副所長だ。わしはそれを抱き込んでセンター閉鎖に向けてサボタージュをさせたとか。サボタージュ？ああ、うん、できる研究員は追い出したり、めぼしい研究はよそに情報を漏らしたり、ようやっとたであいつは。そりゃまたあっぱれなケースやろうて。じゃあ私はあんたのスパイだったわけだ。ああ、ところがほとんど被疑者だった創薬センターが、あれのおかげで一気に異常を引き返しよった。あれ、あどててくない。 What？ あの日を境に大臣もセンターその時に手のひら返し、木戸の側について再開発は白紙や。わしと橋から容赦の橋を外しよった。その橋は今どこに？死によった。だ、自分の半年前神室町で殴り殺されたんや。センターの副所長は殺された。今を犯人に見つかったと。警察は酔っ払い同士の喧嘩やりで済ましとる。やがつあんたにはその事件を調べてほしいが、わしは橋が計画的にやられたんやと思うとった。計画的に殺されたって、そう考える根拠は？あいつはあどててくないよまがいもんやと疑うことだ。まがいもん？なんでだ？センター閉鎖の話が出てた途端、急に画期的な新薬の論文発表。タイミングは良すぎやろ。わしはあどててくないに何やからくりがあるだぜ言ってたで。そやからその裏を鍵に追ってたやん。カウンタロロンゴロライラッシアインだ。じゃあ、例えば木戸あたりがハッシーを殺したって言いたいわけ？ほんまにそうやったら、今からでもセンターは閉鎖やな。再開発は仕切り直し。あの土地に突っ込んだわしの金が何倍にもなって帰ってくる。せやけどな、このままやったら戦国がどうなんや。おっしゃ、戦国？わしらが神室町から引けぬ理由はそれよ。そら執念深かもなんか。あの創薬センターには何や裏だ。新谷優弁護士もそこに近づいた途端やだろ。おっ、新谷優弁護士だ。おや、オッケー。何かがあるや、あのセンターには。もしそうならあんたたち調べにはおられんはずやな、ヤガンさん。せやからわしはあんたを選んだやで。この仕事他に頼めるやつはおらん。服部さん、あんたのおかげで真冬がさらわれるとこだった。なんか用事はないのか？
あたしもここへは梶平会長に無理やりさらわれてきたようなもんです。なっちょうがれ。好きで八神さんのことを喋ったわけじゃありませんよ。それでも一言謝ったって良さそうなもんだ。ふざけたやつだよ。それよりもうそろそろ行かない？ほら、厄介なのが目を覚ましそう。そうだな、すぐ出よう。あれ、バルラギえ、ブロマスマルン。創薬センターの副所長で、ハシキ。そう。半年前に、カムロ町で殺されたらしい。急で悪いけど、星野くんの方で、事件の情報を集めておいてくれるか。明日まで。ありがとう。ほんじゃま、この続きは明日、源田事務所でだな。ああ。お疲れ。八神さん。ん？僕、やっぱり八神さんと組んで正解だったよ。一気に梶平の会長まで出てきたからね。梶平の不正の調べもはかどりそう。俺の方もおかげで真冬が助かった。ありがとうな。じゃ、また用ができたら呼んで。Gua coba cek ke ini deh. Oh iya, nyawa gua. Ah shit. Turun dulu ke selokan. Nih. Iya dia. Iyalah, gak ada salahnya aku turun ke dokter dulu. Mr. Stone dimana ya? Kita stretchy rubber mulu. Masuk lah. Oke, selokan dulu. Eh? Ya ampun, asyik ya kalian. Oke. Tak, iikagen ni shiro ya. Cuma cek dokter mahalan mana nih. Kiyomi-san.
ヤマミさん。おさまし、タクシー。オッケー、これは。オーディーやー。そもそも、ブラッパーや。Sini, oke. Sebentar, aku masih penasaran deh, Mister Stone tuh di mana ya? Barat. Nah, akan bertanya Arik, Mister Stone di mana? Little Asia. Susah sama bisa pound store ntar oh di jalan ini. Bentar ya. Tunggu dekat nih, bentar cek dulu deh. Di sini ya, lagi nggak ada. Oke. しばらく寝とけって。
え、アープ、エミュー、え、ここかな。こちらが di jalan belakang kafe. Oke. Apa ini? Seperti tidak hoki. Nggak ada. Susah amat nyarinya. Harus cek terus nih. Apain sih? Ini semua dimana lagi? Gue lupa. Udah listrik, udah Ali, udah. Oh iya, bisu on stop. Bangun aja. Apa kerupuk batu? Batu, ya. Ya, hilangnya gitu banget.
間食っちゃったよ。Sirina, halo halo. Sisa-sisa lagi. Okay. Wajar, mahal banget. Iya, nggak tahu lagi pada liburan. Segala tuh. Selalu udah kosong. Mana lagi ya? Entar.
ケーキする部分か。Misi baru. Sebentar ya. Alhamdulillah masih bangun. Tuh, misi optional nambah banyak ya. Astaga. Tungguin dong. Barang senggol, iya maaf lah. Itu cuma gangster, iya dikeroyok ini. Masih males ngelesain misinya. Udah serik. Udah nih kayaknya nih. Wow. Tuduh gak jadi gitu. Berarti besok libur. Iya, libur semua kan? Aku juga libur. Wow. Sip. Full. Cek harusnya. Coba cek lagi. Oh, plasma ada. Coba apa? Sekarang ah.
これが一番らしい。まいったな。違うよ。Timernya gitu yang bilang. Ini. Halo. Sama sekali ini gimana ya, kenapa nyari seluruh kota ini anjir. Bantuin dong, gila. Oh, dalam. Suruh ngapain sih lo? Apa risknya? Enggak, itu buat skill ya semua. Di sini gimana? Itu kenapa? Oh, sudah kencang amat ini. Oh, ini nih. Kecil, oh
gue nyasar kantor siapa ini? Gue sempat caget ini sumpah. Salah ya, ada lagi. Bentar, secret road, what the hell. Ini gue ekspor semua nanti nih. Halo. Bartender. Bisa kajur bicara duit. Set mission nyari foto sama cewek. Dapat, tinggal lapor. Bisa belum lapor? Bisa. Emperor of the Night.
Waduh. Bos. Nice. Oh iya, aku lupa aku bisa ganti. Eta, oh aku masih ke depan lagi dikit. Mau nyari itu bentar, barang. Buat ada side mission. Musuhnya juga banyak gitu masalahnya sekarang. Oh tinggal 5%, udah lah, tenang aja deh. Ada. Salah jalan, aduh bentar. Satu misi lagi deh. Sorry ya, yang main gua lagi nyesain misi sampingan terus deh tadi. Poligami gua. Hah.
半死にや。Di rumah sekarang malah panas. Iya, suhu. So, untuk berapa terus? Hehehe.
ありがとうございました。そうっすね。Eh, satu misi kelar. Bentar. Eh, salah. Di sini. Apa di sini ya? Jadi misi situ, tapi kayaknya gue akan set mission dulu deh nih hari. Coba ini dulu entar. Kosong. Tinggal ke pawn shop. Kenapa ini? Taksi dulu deh. Reset. Ya Allah, gak amat semuanya tadi. Ah, dapat, dapat, dapat. Ini apaan hilang? Nah,
Sikalar. Sekarang ke pojok. Game-nya kenapa maksudnya? Enggak kok, enggak apa-apa. Itu misi set, misinya ada yang gue kelarin. Tapi tinggal ketemu orang. Ya Allah, apa lagi sekarang? Calon jadi pacar deh nanti buat yang bisa didatein. Gue suruh gebukin lagi. Aduh, siap-siap gelut ini. Stalkingin dia. Konyol. Lars Yakuza. Don't.
lagi nih gerakannya. Expected banget. Cara ngambilnya kita. Ya Allah. Sekarang host club. Ngajak kopi dewa lawaknya kok. Sorry baru comeback. Oh Helios, ngapa ngapa? Sudah ngejar gini doang. Aduh sapi, nyaris. Allah banyak banget orang. Wih. Kerasukan je kitchen. Sedap tukang topi.
Waduh, diikutin. Woi. Ya Allah, kira botak. Brother of the Black Cobra. Ya Allah. Ya Allah. Gak perlu zoom banget nah, Upin. Set mission kelar lagi, langsung deket dia. Wah, enak banget. Iya, abis. Asuh, masih jauh banget. Sebelumnya ini X-Bus. Oke okay. Use all lagi. Focus your energy to the destructive load. Narik. Press 3 while holding a fighting stance. Bentar, namanya apa? X-Tiger. Ini orangnya siaga banget yang ini nih. Bukan. Omoi sumashi ka.
apaan sih? Anjir. Tengok lagi. Gue banting lu nan lu. Ngilang cepat banget tuh. Oh shit. Itu ya, keroyok ya. Oke. Okay. Ya. Kabur. Ya Allah, speed run. Bangsat. Sensitif banget itu kan nengok. Minggir. Bikin watch sebenernya gua sih. Atas bawah, atas bawah, oh bawah. Ya ampun. Black and white, salah lagi. Terus? Lucu. Nyebelin kan? Mana nih? Asli. Oh itu dia. Si ujung-ujungnya gua yang jadi masalah. Cepatlah.
sini. Ayo masuk. Origin off, oke okay, oke okay. Thank you Din. Aduh. Yoro nyangkut. Alah masuk ke sana. Gimana cara gua? Perasan semua. Satu misi kelar. Mana lagi nih? Wah, ada yang baru lagi. Oke, okay, ada diminum semua. Belum.
行くか。ありがとうございました。ヤマミさん。Setengah masih banyak banget misinya. Aduh, dulu mabok. Maju keluar. Mm-hmm. Yolo.
あら。Incendio in South. What I mean. Senrio. Ah iya benar toko ramen ini. Susah ya.
Oh, si Gigi, halo halo. Bentar ya. Gak bisa ya. Satu, ayo. Kure deh. Wah, berdetik gila. Halo. Iya nih, notifnya telat kayaknya. Masih gila aku. Iya gua gak tau susah gerakinnya. Siapa lagi? Gua cerita belum. Ini siapa ya? Oh, Yosuke. So ini coba ke Yosuke dulu deh, baru ke main story. Ntar jam, wah belum jam 1, kita lagi istirahat ya. Waduh, keroyokan mana deh, babang. Oh dia. Oh. Ano. Baga ni shiten no ka? Video set yang baru sungguh menghibur. Oke. Okay. Thank you, thank you. Setnya ngapain lagi nih? Isini Matsumas. Oke, okay. Berarti dua lagi. Ah?
sekarang ke misi utama atau masih ada side mission? Oh, udah nggak ada. Oke. Okay. Jauh juga mentalnya gue. Nah, beli makanan dikit deh. Ya ampun, es krim aja deh. Misi utama. Udah ada sih itu. Kitaga. Hoyan ya, Kaito-san. Hoshino-kun ga shiryou o matomete kureta tte yo. Rei no hashiki no jiken. Ano, kinou Mafuyu ga osawaretan desu tte.教令会に。ああ、もう真冬と話した。ええ、でもちょっと嬉しそうでした。八神さんが助けてくれたって。うん。ええ、なんじゃ。八神さん、源田先生今日も来ないのか。いえ、昼過ぎには来るそうです。声はまだ元気ない感じでしたけど。そっか。それより、昨夜頼まれた件です。橋切って人の事件、調べときました。俺にも聞かせてくれよ。先端創薬開発センターの元副所長、橋切徹さん、半年前に殺害された当時、51歳。深夜、神室町の路地裏で倒れているところを発見されました。誰かに殴られたようで、すでに意識はなく、その3週間後に病院で亡くなっています。3週間も。ええ、その間ずっと昏睡状態だったみたいで。誰か事件の目撃者は。犯行そのものを見た人はいなかったようです。ただ事件の直前、橋木が酔って声を荒げてた姿は大勢に目撃されてます。相手は黒いレインコートの男。うん、黒いレインコート。ええ、でもその続報はなしです。多分警察でもそいつを見つけられなかったんじゃないですかね。とまあ、ネットに落ちてた情報はこんなところでした。事件の大枠だけです。いや、とりあえずは十分だ。梶平会長は橋木が計画的に殺されたと。ん？ああ、そう言ってた。でも本当に単なる喧嘩だったのかも。ええ、実は僕もそう思いました。もし犯人の目的が橋木を殺すことなら、なぜその場でとどめを刺さなかったのかなって。つまりただの行きずりの喧嘩だったから、橋木は即死じゃなかった。いや、俺は逆だと思うがな。え？犯人はプロで、しかも凄腕だ。なんでそう思うんだ。ええ、どうしてです。なんでって、結果だけ見りゃこの犯人は人一人静かに殺してのけたわけだろ。もし殴ったその日に橋木が死んでたら、警察も殺しとして動く。だがよ、気失ってただけじゃ、よくある酔っ払いの喧嘩でしかねえ。そんなもん神室町じゃ腐るほどあんだろ。確かに、事件から亡くなるまで間が空いたせいですかね。橋木が死んだことは全然ニュースになってません。一応日本の科学界では名のある人だったのに。じゃあこの犯人は橋木が致命傷か見極めて、すぐには死なないように加減した。
そんなことできるんですか？だから犯人は凄腕なんだって。こいつは相当暴力を分かってるやつだぜ。だろ？まあ一理あるのは認めるよ。けどそう決めつけるにはまだ材料が足りない。まあな。材料というと？橋木殺しの捜査資料。ガッドハッ詳しい死因なんかもしれない。となるとここはまた綾部刑事の出番じゃないか。なあ、俺もそう思って実は昨夜電話してみたんだよ。コネクションあげね。なんだよ。今は例の黒岩に締め付けられて動けねえだと。しょうがねえな。だから代理の人間が話を聞いてくれるそうだ。例のカジノラマンでな。お前も行くだろ？ああ、もちろん。じゃなき。行くぞ。お、あろ。berarti ke laman ya. なんか、あんぽん。俺ら出待ちされてたみてえだな。ああ。ありゃあ、松金組のもんだぞ。なんでだろうね。ずいぶん殺気が抜けられてるような。お？お前もそういうのが分かるようになったか。もしかして俺ら凶霊会とかするんだよ。凶霊状況や。何にしても言い訳は聞いちゃくれねえようだ。えー、待ってくれよ。レッツゴー。Clean state. Eh, ketiduran. Hahaha, apa-apa. Ben, gua gak kena hit. Ini sampai di sana, abis itu kayak udahan deh. Eh, kapan udahannya ya? Yeay, cak ribut orang. Bah. Hahaha. Judy. はいだ。ここに綾部の代理ってのがいるはずだ。どんな奴なんだ？さあね、向こうから声かけてくるんじゃねえか。そんじゃまあ探してみようかね。Nyarinya ya.
いらっしゃいませ。ら。気に入った。さ、行くか。ありがとうございました。いらっしゃいませ。さあ、行くか。ありがとうございました。ちょっと。ん？もしかして俺のこと呼んだ？座って隣。早く。ん？前にどこかで。冗談はやめてくれる？冗談って？いいから。それより場所はここでいいの？それとも。もっと人目につかないとこ行く？いや、まずは落ち着きなよ。無理。とにかく早くしてほしいの。おっと、参ったな。は？ノリが良くて情熱的なタイプね。そんなに嫌いじゃないよ。でも一応、俺もこう見えて慎重っていうか、初対面の女性とは。八神くん、本当に私がわからないの？ん？誰？なんでお前、マフフィ。マフィ？ノリが良くて情熱的な女じゃございませんの。申し訳ないですね。いや、っていうか、なんでここに？綾部刑事の代理。お前が？え？綾部とはどういう？今朝、彼から急に連絡があったの。自分の代わりに八神くんに協力してほしいって。捜査資料、創薬センターの橋木が殺された事件のね。必要なんでしょ？検察から持ち出してきたのか。やばいだろ。だからちゃんと返送したし、ここでなら大丈夫なんでしょ？ドキドキしてるけど。無理すんなって。いいの、昨日助けてもらったお礼だから。それともう一つ、泉田健二の件だけど。ん？やっぱり新谷先生のことで八神くんを逮捕する気みたい。そっちも早く何とかした方がいいよ。分かってる。ありがとうな。じゃあね。誰だ今の姉ちゃん。綾部の代理だよ。あ？なんだよこれ。うん、そうなの？これ、捜査資料か？橋木が殺された時の。真冬が検察から持ち出してきてくれたんだ。真冬ちゃん？じゃあさっき、お前といた姉ちゃんが？俺も最初気づかなくて怒られたよ。よう、お前も見てみろよ、この橋木の資料。これ橋木の経歴か。さすがの高学歴って感じだな。創薬センターの副社長になったのが4年前。ってことは、お前が大久保の弁護をしてた時には、もう橋木もセンターにいたんだな。木戸と各研究に予算を割り振ってもいたらしい。となると、橋木のセンターじゃ結構な権力者だったはずだ。こっちは現場の資料地図だぜ。ここが橋木の倒れていた場所だ。その1時間くらい前には近くのキャバで飲んでたらしい。
で、これがそのキャバだ。店の名前はクイーンルージュ。あっこは結構高いのに羽振りがいいね。ハシキは一人でクイーンルージュに来てたのか。いや、もう一人同僚といたみてえだな。うん、ラギおらん。例の少女ってやつだ。ラギシー、あ、シーおらん。じゃあハシキは創薬センターからわざわざカムロ町まで来て小野と飲んでたのか。そこで何を話した。さあな、小野さんもうありません、ね、店を出た後、小野の方はハシキと別れて一人でタクシーに乗った。で、創薬センターに戻って木戸と話してる。タクシー会社の記録で裏も取れてるみたいだ。つまり小野にはアリバイがあるってことか。あと木戸もそうだな。ああ、ハシキの方はタクシー乗り場でレインコートの男と言い合いになって、その後路地裏で倒れているのが見つかった。死んだのはその3週間後だ。ひどいな。死因は殴打による脳挫傷。ああ、いや、なんか僕殴られたのは14、5発。うん、手袋越しに殴られたと見られ、指紋は検出できず。これでやっと事件の大枠が分かったってとこか。で、次はどう動く。現場の場所が分かったんだ。ハシキが倒れていた場所にクイーンルージュって店もその近く。あんがれ。Coba gue keluar dulu. Kita ada misi tambahan lagi nggak? Kayaknya keluar di proyek lagi gue. Udah sore aja. Oke, misi utama itu ke bawah. Dan oke, sampai sini dulu deh. Kalau nggak minggu, kalau nggak Sabtu atau Minggu, gue lanjutin lagi deh. Oke, sampai di sini dulu. Ini masih absen siapa nih, si Gigi kali ya? Sama si ini nyonya Redfield. Atau Misterina ketiduran, gue nggak tahu, atau Helios. Nah, ya udah nggak apa-apa lah. Start dulu deh. Thank you ya, udah mantap nonton. Sampai ketemu di live stream selanjutnya. Bye-bye.